ミュージックフォトブック。ミュージックフォトブック始まりました。ドロップスの中野美穂です。今週もお付き合いよろしくお願いします。はい、2月14日はバレンタインですね。もう街中もバレンタインチョコで溢れていますけれどもね、もう欲しい、もらいたいまあチョコね買うっていう方もいらっしゃると思うし、自分でね手作りするっていう方もいると思うんですけれども、なかなかね手作り結構、まあ、好きな人はすごい上手に作れると思うんですけど、私は結構かなりちょっとズボラなんで、まあ過去にね作ったこともありますけど、なんだろうな、結構ホットケーキミックスとか使って簡単にねブラウニーとか作れたり、クッキーとかねスコーンとかそういう焼き菓子系は割とまあすごい美味しいかって言われたらそうでもないですけど、量もたくさん作れるしね、なんかこう焼きたて食べれるしね、いいかなって感じで作ったりはたまにしますけどね。結構手の込んだこうなんだろう、マカロンとかさすごい難しいものをね作る人はすごい本当尊敬しますね。今年なぁ作りたいですけどね、結局なんか買った方が美味しいんじゃないと思って買っちゃうっていう感じになりそうですね。はい、皆さんバレンタインどんな風に過ごされるんでしょうか。ということで私中野美穂がお送りしますミュージックフォトブック、どうぞ最後までお付き合いください。お送りしていますミュージックフォトブック、番組のツイッターアカウントで、バレンタインの思い出というテーマでメッセージを募集していました。そんなものはありませんという方には好きなチョコレート菓子を送ってもらってるんですけれども、そちらをねちょっとバレンタインしすぎちゃいますけど次の回でもねお話放送できればなと思っています。ではいただいたメール早速紹介していきたいと思います。ラジオネーム、道博さん、はい、美穂さんと同い年の男です。はい、僕が通っていた高校は男子校だったのですが、学年唯一の彼女がいる友達が、チョコもらったと話すとそれが学年中のニュースになり、みんなで見せてもらい、すげえこれが本物の本命チョコか、俺も女の子からチョコ欲しいと騒いでいましたということでありがとうございます。なるほどね、男子校か、そうですよね、男子校だときっとね、唯一彼女がいる人とかお母さんとか兄弟とかからしかねないと思うんで、そうなりますよね。それは思い出ですね。ありがとうございます。はい、続きまして、ラジオネーム沢さん、はい、昨年のバレンタインのことです。職場のメンバーみんなへ義理チョコをくださった優しいお客様がいました。その後ほどなくしてその人がテレワークを始められ、3月14日のホワイトデーのお返しを渡せる日が不透明になってしまいました。そこでお返しのお菓子は日持ちのする缶入りのヨックモックのシガールに決めました。結局その人が4月過ぎに久しぶりに出社されて無事用意していたお菓子を渡しできてほっとしました、ということでありがとうございます。あー、こういうのいいですよね。好きな人、恋人だけじゃなくてお世話になった人にねとか大事な人にチョコをあげるっていう風習として本当ねいいなと思いますね。あー、4月過ぎになってもお返しを渡せてよかったですね。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、ラジオネーム大ちゃんさん、はい、思い出というか毎年だけど自分の誕生日バースデーケーキ忘れられるのが悲しい。あ、近いんですかね、バレンタインと誕生日が。あるいは誕生日プレゼントを兼ねられる義理チョコも悲しい誕生日プレゼントにお返しするのもなお悲しいと言いつつ何ももらえないのも悲しい。せめて女性に生まれなくてよかった、チョコ渡して振られてたらもう深く傷に、ということでありがとうございます。あー、なるほどね。なんかクリスマスとかお正月が誕生日近い人もこう一緒にされるみたいな話ありますけど、バレンタインもね確かに
誕生日プレゼントを兼ねられる義理チョコってなんかすごい切ないというか、ああなるほどね、そういう男性もちょっと切ないですね。はい、ありがとうございます。続きましてラジオネームエンド212さん、43年前、もう20歳の頃、バレンタインのチョコレートに名前書いたりラッピングしたりのバイトをしてました、夜の仕事のお姉さんが買ったチョコの一つをご苦労様一つあげるねと、嬉しいやら悲しいやらということで、ああこれはなかなかディープな思い出ですね。ああなんか映画みたい。でもいい思い出じゃないですかね。かっこいいね。夜の仕事のお姉さんは結構いっぱいチョコを買うんでしょうね。はい、ありがとうございます。続きましてラジオネーム内田さん、バレンタインの思い出は、仲がよく好きだった女子に放課後に校舎裏に呼び出され、めちゃくちゃハイテンションで駆けつけたら、その子の友達があんたを好きだと埋設され、本命の前で別の女子からチョコを渡され、とどめを刺され、儚い恋に終わる中二の冬ということで、うわーこれは漫画みたいですね。これ切ないな。儚い恋に終わるということはね、その子にも、まあ、OK せずってことなのかな。本命の子もいい。切ないですね。甘酸っぱい。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、ラジオネーム、太っちょサスケ過去目指せガリガリさん。50年ほど前、まだ出始めで、バレンタインがってことですかね。後輩の名前も知らない女の子からチョコレートをもらい、全く意味が分からずキョトンとしました。世の中でバレンタインデーが流行っていると知ったのは、深夜放送のラジオがきっかけでした。幼かったなぁということで。おぉ、ありがとうございます。いや、幼かったっていうか、そうか、50年前ということは、70年代前半とかはまだバレンタインがそんなにね、一般的じゃなかったってことですかね。今だとなったらね、もうギリチョコとかね、デパートもコンビニももうチョコで溢れてますけど、そっか、バレンタインが流行ってると知ったのは、なるほどね、それは貴重な思い出ですね。はい、ありがとうございます。ではどんどんいきます。続きましてラジオネームタチミキアさん、はい、初めてのバレンタインチョコは中学の頃、名古屋までの通学の電車の中で、私は中学高校6年生の男子校で、彼女は女子校、高校まで付き合ったけど、名古屋大学の受験に失敗して、私は神奈川県の湘南の大学へ、彼女とは自然消滅。あれから42年、今頃どうしてるのかな、かっこ遠い目ということで、ありがとうございます。あー、これもなんか本当にいやー、映画みたいですね。そっか、やっぱり結構40年前とかはきっと男子校女子校、今よりきっとね、共学の学校って今より少なかったのかな。この電車でこう同じ電車ですれ違うみたいな、本当映画の世界ですね。あー、そっか、自然消滅、元気でいらっしゃるといいですね。はい、ありがとうございます。続きましてラジオネームかみかみさん、バレンタインといえば、数年前から会社の義理チョコなくしましょう運動でもらうことがなくなったので、個人的には世界中のめっちゃ美味しいチョコを百貨店で試食しまくる期間となりました。過去もちろん気に入ったら買いますということで、ありがとうございます。いやー、わかるな。今はね、ちょっとコロナで試食というのをもう見なくなりましたけど、やっぱりね、あのチョコの催事に行くとね、どうしてももう試食くれるんだもん、食べちゃうってなっちゃいますよね。そっか、義理チョコなくしましょう運動なんてあるんですね。まあ確かにね、まあこのカミカミさんみたいに、まあなんとなくでもらったチョコより、こう自分のすごいえりすぐった世界中の美味しいチョコをね、食べる方がいいっていう方もね、いらっしゃるかもしれませんね。はい、ありがとうございます。というわけで、皆さんすごいたくさんバレンタインの思い出いただきまして、ありがとうございます。ミュージックフォトブック、ミュージックフォトブック、私中野美穂がお送りしています。今週はね、もうバレンタインウィークということで、皆さんからバレンタインの思い出、ないよっていう人は好きなチョコ菓子をね、送ってもらっておりました。バレンタインの思い出ね、ちょっと
思い出してざっと思い出してみたんですけど、もうねやっぱ大人になってからはもう伊勢丹にチョコレートを見に行くイベントみたいな感じになってるかもしれない、自分用ね。いやでもほんとね、いろいろ思い出してみたんですけど、やっぱ小学校の時とかは結構そのみんなやっぱりバレンタインとかイベントごとにこぎつけてこう告白する子とか結構いたなと思って、うん、私もバレンタインの時に好きな男の子の家がすごい近くて近所と近くが近くてでも今を考えるとすごい不審者ですごい気持ち悪いんですけど、なんか多分土日だったのかなバレンタインが、でそのなんかピンポンしてまで訪ねて行って渡す勇気もなくて、なんかドアノブにかけたかポストに入れたかをした思い出がありますね。ちょっと今思うとねかなりなんか気持ち悪いというかね不審者ですよね。まあ、衛生的にもねどうなんだろうって感じなんですけど、まあ当時はね本当にドキドキして、もう偶然その子の親が帰ってきたらどうしようとか、その瞬間に家から出てきたらどうしようとか思いながらドキドキしながらねチョコレートをあげた思い出ありますね。いやでもなんか返事をもらえたかどうかとかはなんか覚えてないですね不思議と。はい、で本当そうですね、大人になってからは自分に好きなチョコをやっぱねデパートのに行っていろいろ見て買ったりかな。はい、やっぱ甘いものが本当大好きなんで、好きなチョコレート菓子なんだろうって考えたんですけど、やっぱり外国のチョコがね好きなんですよね。あのまあ普通にスーパーとかでも買えるもので言ったらやっぱリンツね、リンツは本当に美味しいですよね。あの丸いやつねなんかコロナ前とかは結構それこそなんかリンツのお店はすごいあの太っ腹で、前を通りかかるだけであのリンドールを一粒どうぞって言ってなんかくれたりしてたんですよね。もうあれを食べちゃうとあー美味しいってなって買ってしまったりとかね。はい、あとは私はクッキーが好きですね。あのクッキー出てもなんかサクサクじゃなくて、カントリーマームのもっとでっかいやつみたいな、で大きいチョコチャンクが入ったすごいアメリカンなクッキーをねたまに売ってるお店とか、あとまあ輸入食品のお店とかでもねたまに売ってるんですけど、それが本当に好きですね。なんか自分で作ろうと思ってもなかなかねああいう風にはねならないんですよね。なんでなんだろう、外国のチョコって味が違いますよね。あとまあ子供の時から、まあ、これも外国チョコですけどチョコエッグね、あのチョコの卵からディズニーとかなんかあのカプセルに入った組み立てるフィギュアみたいのが出てくるチョコエッグもめっちゃ買ってたな。はい、いやチョコの話ばっかりになってしまいましたねまああとねあれですね、やっぱ地元北海道の、まあ、六花亭のチョコ、なんかチョコといえばロイズっていうイメージあるかもしれないし、ロイズのチョコもものすごく美味しいんですけど、個人的にはなんか六花亭のチョコはなんか食べた瞬間にあこれ六花亭だってわかる、なんか独特のねすごい美味しさがあるんですよね。いや食べたいな、食べたいのいっぱいあるなちょっと今日帰りにデパート行ってチョコ見てこようかなと、はい、思いますね。はい、皆さんね素敵なバレンタインの思い出いっぱいあっていいな。はい、ということで私のバレンタインのお話でございました。ミュージックフォトブック、とりあえず生かっこかりのお時間です。さまざまな曲を私中野美穂が生の弾き語りでお届けしています。こちらのコーナー、今日やりますのはカバーですね、大貫妙子さんの都会という曲を演奏したいと思います。この曲は1977年の曲ですね。私は去年の3月かに今一緒にやってる安田くんに教えてもらって一緒にこの曲演奏をするまでは実はこの曲知らなかったんですけれども、結構海外の方とかも今このレコード欲しいみたいな、すごい人気というか、やっぱりね
このすごい時代が経っても今聴いても抜群にものすごいおしゃれで洗練されてて素敵ですよね。はい、というわけで今日は弾き語りでやってみたいと思います。Journey